にゃんぱすどうもおはようございます。アニメリアク職人こと町田上玄仁浜です。はい、現在5月17日火曜日の午前10時5分ですね。マジか、そりゃなんとですね、今日朝、まあまあ僕は起きたんですけども、まあ、うちの母はもう起きひんと言ってたんで、さあ風呂で準備してさあやろう思った瞬間起きてきたんですよ、さっき。で今ちょっともう部屋に戻ってもらったんですけどね、ちょっとキッチンでなんかやろうとしてたんで、はい、ごめんなさい、ちょっと。はい、ということでですね、今からヒーラーガールの7話ですね、今日も皆さんに感謝を込めてリアクションを取っていこうと思います。はい、では自己紹介。はい、僕のマジラジオ芸人浜川と言います。一生瓶乗ってジャグリングちゃん、ハーモニカにそしてタンバリンを叩く世界唯一の技の持ち主、この本の著者です。で、普段主に子供たちの前でやればできる、諦めない、これを伝えたくてパフォーマンスしてますが、現在コロナの影響でほぼ無職状態、仕事ありません。3月には87連休経験して、4月には26連休経験します。はい、そしてなんと今日で僕は30連休目、収入、仕事一切ない不安な中でも、皆さんに少しもなんかね、希望を感じ取っていただければなと思って、1日も休まずこのアニメのリアクション動画投稿し続けて、今日で782日です。よかったら応援してってください。はい、そんな僕の自己紹介、ホームページ、SNS、各種 PV、プロフィールなど、すべて説明文になります。ぜひ見てください。で、過去のアニメリアクション動画は再生リストにね、作品別にまとめてます。今年の9月ですね、でかい発表あるんで、お楽しみに。では行きましょう。3、2、1、スタート。はい、ちょっと昨晩がね、ここで作業服をね、漂白剤つけてたんで、もう臭くてできひんかったもんで、もう早寝たんですよね。うん、ちょっとそういう事情があって早く起きたんですけども、あ、それ文化祭でね、なんかサムネイルがおもろかってんけど、ロシア料理研究会やね。はい、ということでね、今日も朝からもうここで やろうかなと思って、まあまあちょっとうちの事情を話してすみませんけども、うん、大丈夫やな。で、まあちょっと僕は9時半に起きたんですけどもね、一応寝てるのを確認してからこっちに準備してきて、もう笑けますよ、ほんまに。で、全部準備終わってさあやろう思ったら起きてきて、天気ついたんで、あれと思って、今ちょっと喋ってて、ちょっと部屋でテレビ見といてくれ言ってね、はい、ちょっとそういう環境でやってますんでご了承ください。いつもうちの母が起きてくるのは12時ぐらいなんでね、なんでこの日に限ってまだ10時ですから。なんかサムネイルがソニアと、なんかソニアが着ぐるみ着てた、なんかギターかなんか弾いてるサムネイルやったんでね、ロシア料理研究会ね。何気に響きも猫目つけてる。
ペットボトルやね、うん、パキッて言ったぞ。君の顔君の顔がおもろい。お、本坂。ああ、あの男の子やね。あ、それでレイミを見てたんか。そんで前回ね、生徒会長かなんかに穴が開きます、でっかい穴がっていうのはやっぱりあれかな、舞台のスケジュールに穴が開いて3人が歌うとかかな。神モブや、ラブライブぐらいの神モブや。
盆踊り。あれ、ソニアってロシアから来たの？スーパーボールスクイ、あ、射的隣やん、ロシア料理の焼きそばいいね。もう文化祭ね、2021でなかったもんね。食いすぎた？全制覇するのに保健室もいる。あ、サプライズバンドライブ16時から。やっぱりね、やっぱりね。早い。あ、そういうことか。即席でバンド組むのか。
ょっと鈴宮春日になってきたね、これ。ギャラ発生するぞ、ギャラが。聞いてた。忍がドラムなんやね。寝てるやん。五弦ベースやん。ほんであれか、あ、なるほどね、ほんで着ぐるみ着てたんや。これどうやって弾いてんのこれ。このベロいいな。
こりゃ寒ね。いいね、烏丸師匠を圧倒してたのがいいね。二個食らってたんや。ああ、エンディング入った。河野日和さんって会長、次のあれね、この日ラメンドクサイのゲストでもあるな。あ、Cパートはなさそうやな。理想なんせって読むかな。あれ、これ誰やったっけ。文化祭満腹サプライズ。あ、葵さんか、葵さんか今の。葵さん首なん次。よっしゃ、とりあえず見えた。はい、ちょっと途中入れろ、ごめんなさい。ちょっとすいません、ちょっと入ってへん部分もあります。ごめんなさい、ほんますいません。まあちょっと今回文化祭スタートということでね、
猫耳メイド喫茶かに、翔子さんと霊美が来たよね。で、手作りをまとめるペットボトル開こうとするわ、シュークリームの袋を開けろうとするわでね、ちょっとおもろかったですけども、メイド服に金かけすぎてって言ったっけ、手作り、まあ面白いですね、高校生らしくて。でまあソーニャは、ソニアはね、まあ忍ぶと回りながら全部制覇したんだけど、とにかくあのソニアはあれですよね、勝負ごとに持っていくのが好きというか。でまあその前に何かロシア料理であのね、唐沢師匠がうまいって言ったことで勝ち誇ってたのがおもろかったし、いつでも勝負したがるのが面白いですね。とにかく負けず嫌いというか、うん、あのモブが神でしたね。なんかほんまラブライブのモブみたいな感じ。まさかロシア研、ね、料理研究会の方までもう私らやっとくから言ってね、言いかしてくれるとは。で今回のサブタイトル文化祭満腹サプライズっていうのは、ああそういうことかと。まあ、ソニアが食いすぎて、うん、で保健室で制度会長も何でいんのか思ったら、そういうことね、ちょっと新郎で、サプライズバンドが来れへんくなった新郎で言ってましたね。で保健の先生がカラオケがうまいからと、バンドちゃうやんまあまあ そんなねリアルなツッコミしたらね、もうあれなんでキリがないというかね、ファンタジーじゃなくなるんでね。でまあやっぱりその文化祭のそのサプライズバンドの助っ人で入ったっていうのがほんま鈴宮春日っぽかったな。で春日に関しては確か1時間ぐらいしか練習時間がなかったって言ったけど、あの5人は一体何時間練習したのかね。まさか2曲やってたとは。で天才的なやっぱり感覚を持ってるんですね、みんな。でカナだけが楽器できんじゃん、意外やったかな。意外でもないか、まあ忍のドラムが一番意外やったかもしれませんけどね。うん、今大盛り上がりで、あのカラスマ師匠がねこうぶわーなってたのもちょっと印象的でしたし、ほんで、あのイメージがいいですよね、いつも歌い始めてからそのヒーラーのね、あのイメージの図がみんなバーン脱いでね、うん、まあ盛り上がってよかったなという感じで。しかもあのソニアがね、あのメインボーカルをかなり譲ったっていうのにみんなが感心してたのに、食いすぎて歌えないっていう真実、うん、まあ、これ墓場まで持っていかなあかん秘密ですね。いやよかった、なんか結構ねその打ち解けてきてるのがいいですね。なんだかんだでソニアと、まあ忍はまあそもそもあれか、こうソニアがなんだかんだでこうちょっと仲間になってきてるのがなんかちょっと微笑ましかったかなと。で着ぐるみがまたみんな似合っててよかったな、うん、いいな文化祭楽しそうでね、コロナねってなんですけども、はい、まあ、ということでですね、今回はなんかソニアのすごい何ていうかね、いいところが出てたかなと、うん、思いました。もっとこう打ち解けててほしいな、うん、いずれはこうカラスマを呼び捨てじゃなくてね、うん、カラスマ師匠ともこう打ち解けてほしいなと。まあ師匠の余裕かましてますからね、うん、まあ次回はちょっと葵さんどうなるんでしょうね、果たして。気になるサブタイトルでした。はい、以上ですね、ヒーラーガール7話でした。よかったらチャンネル登録、高評価、またコメントなどよろしくお願いいたします。はい、本場所とは、まあ、途中ごめんなさい、すみませんでした、途中か最初もそうでしたけどね。はい、まあちょっとそういう環境の中でね、やり続けて782日ですけどもね、ちょっとまあ何週、もう1週間10日ぐらい経つかな、前にはね、ほんまにこういう環境の中で僕はね、あれもアニメのリアクションを続けてきてるけども、まあ、再生数が全くいかずね、ちょっとメンタルいってしまってもうやめるという動画を出したんですけれども、まあいろんなねご意見いただきまして、今はちょっと心持ち直して継続してますんでね、あの何卒ですね、応援のほどよろしくお願いいたします。でまあ、ただ僕がね、ショーしてる姿を皆さんには見ていただきたいので、あの過去のパフォーマンスという再生リストか、ジャグリングパフォーマンス雑談という再生リストをね、ちょっと見ていただいて、1個でもいいんで動画再生していただけるとありがたいです。で、またコメントとかいただけたらもっとありがたいです。励みになりますんでね。うん、で、いつの日かね、僕のショーを皆さんには生で見に来てほしいと思ってます。まあ、そのためにもね、僕のことを知っていただきたいので、ぜひとも説明文にメールを通してください。ちなみに5人の方がこれまでね、見に来てくださいましてね、会場で楽しくお話しさせていただきましたんで、どうぞよろしくお願いいたします。以上、アニメリアク職人ことマジアルギーにハマした、最後までご視聴ありがとうございました。それでは、失礼します。